それでは秋物党代表の定例会見を始めます。まず今日私の方からはですね、来週から通常国会が始まると、今年は国政選挙、参議院選挙を前にした国会でありますので、与野党の攻防もかなり激しくなるのではないかと思います。最近になって、なんて言いましたっけ、文書問題、毎月勤労統計の問題でも、政府は、職員を処分したり、火消しに躍起ですけれども、あれだけ長い間、それも職員が知っていながら続いていたというものこそ組織的隠蔽だと思うんですが、監査委員会の方では組織的隠蔽ではないんだと、でも長年のその前例踏襲主義で、これは法律違反でもあるし国民の信頼を裏切ったという分かりにくい見解でもありましたので、国会でしっかり正していかなきゃいけないというふうに思います。それと他にも消費税増税関係の、おそらく法案も出てくるでしょうし、それから半導体策も我々は、まず増税自体が凍結すべきだという見解ですが、ああいう形で半導体策のお金の方が増収分よりも大きいという本末転倒の政策になってしまっていて、こうしたところもしっかりとチェックをしていきたいと思います。特に我々野党として、万が一 10% に上げるということが強行されたとしても、その時には複数税率というのはもう極めて消費者にとっても分かりにくいですし、あるいは事業者にとっても混乱が多いということで、この食料品や一部新聞等にかかる軽減税率の問題も厳しくチェックしていかなければいけないというふうに思っています。それからもう一点は外国人労働者の問題で、いよいよ受け入れ対策の議論になると思いますが、昨日の国会議論でもありましたが、自治体に多くの仕事をお願いしたいと、でもそれがどれぐらいの項目で料理になるのかも分かっていないと、極めて曖昧なものでありまして、これで果たして外国人をきちっと迎えて対応できるのかという大きな疑問もありますので、このあたりもしっかりとチェックをしていきたいというふうに思います。2点目として統一会派でありますが、昨日日本維新の会と希望の党は参議院において統一会派を組むことを、決めまして、手続きもしまして記者会見もさせていただきました。昨日も申し上げましたが、我々は改革保守の第3極を作るという方向性は一致しておりますし、また政策においてもですね、憲法改正を目指すというところは、消費税は増税を凍結する、あるいは原発はフェードアウト、脱原発をきちっと打ち出していく等々ですね、政策の大きな方向性の一致を見ておりますので、私たちの統一会派は決して数合わせではないというふうに思います。また一方で、国民民主党と自由党のこの統一会派あるいは党の合併という話もあったようで、昨日までが会派届の提出の期限だったんですが、今日になって出てきたようで、それをどう扱うかで今議運も揉めているというふうに聞いております。ぜひとも党を一緒にするというのであれば、政策の一致をしっかりと議論をされた方がいいと思います。政策の一致を曖昧にしたままで、とにかく数を増やしたい、それで主導権を取りたいというだけで合併をしますと、もうほとんどの事例がそうですが、選挙が終わったあと少し時間が経つとですね、必ず分裂します。その政策の修羅場が来ますとね。ですからそのあたりをしっかりやられた方がいいんではないかなと、経験者として
アドバイスしたいなというふうに思います。はい、それから、日ソ首脳会談が行われまして、まあ、残念ながらロシアの態度は相変わらず北方領土の問題で厳しい。日本も、まあ、昨日はなかなかいい方向のですね、結果が出せなかったようであります。まあ、ただ総理も申しているように、まあ、領土問題を平時にこの決着させていくというのは本当に難しい作業でありまして、私たちとしても今後党で正式な見解もね議論していきたいと思いますが、まあ、私の考えとしては日ソ共同宣言に基づいて二党先行返還で、そして何かプラスアルファ今後の他の2党についても協議を継続するなり、あるいは経済特区的なものを作って、そのとりあえず共存共栄を図るみたいなことでですね、何かプラスアルファのものを取れれば、私たちはそれで、平和条約に持っていくということもあっていいと思っておりまして、まあ、そういう方向も含めてですね、政府にはしっかりと交渉をしていただきたいというふうに思っております。まあ、それから日韓関係が大変いろんなテーマで厳しい状況になっておりますが、まあ、ここは感情的にできるだけならずに客観的事実をきちっと提起して、どちらの見解が正しいのかということを国際社会にですねしっかり見ていただいて判断するという方法しかないと思います。今の、まあ、韓国と二国間の交渉ではもう水かけ論というか、まあ、感情的な対立になっていて客観的な事実に基づく議論ができないような状況ですよね。これはやっぱり第三者に入ってもらって見ていただくしかないと思ってまして、日本はそれを淡々と提案したり打ち出していく、あるいは議論を促す協議の場に持っていくということをやるべきだと、やるしかないというふうに考えています。私の方からは以上ですので、皆さんの方から質問があったらどうぞお願いします。はい、どうぞ。日経新聞の山崎です。はい、冒頭でも国民民主党と、はい、自由党の統一会派のお話ございました。で、まあ、そこも合意されましたし、今日立憲民主党と社会民主党の社民党の間でも統一会派を参院に組むということも、合意。あ、そうですか。あ、じゃあだいぶ整理されるんだね。そうですね。はい、まあ、でまたまさに昨日 その維新さんと統一会派もございましたけれども、この、まあ、臨時国会に比べて大幅にまさにこうその勢力が結集されるその政党のですね、会派がこう集約されていく、この来ているこの背景というのはどういうふうにご覧になりますか。なぜこういうふうな、まあ、やっぱり選挙の時に大きな器で戦った方が有利になるんじゃないか、あるいは、まあ、今は政党が違いますけども会派を組んで連携を強めることによって、今後のね浸透、あるいは選挙で戦う時の選挙協力につながっていくというふうに考えているんじゃないかと思います。やはり小さな政党がいくつもあると国民には分かりにくいですから、でみんな支持率もねもう 0% 付近の小さい政党もたくさんあるわけで、まあ、そういう危機意識が働くのは私は当然の方向だというふうに思います。はい、ただこの私も負け惜しみではないですが、あんまり支持率気にしてません。もう国会議員5人しかいないで予算委員会にも立てないとアピールする場が全くないんですよね。ですからそれで支持率上げろって言ってもなかなか無理なので、やはりそこは選挙にしっかりとした斬新な政策を打ち立てて、選挙で有権者の皆さんにご支持をいただいて議員を増やして、で国会の発言力を増やしていくという方法しかないと思ってまして、まあ今は我慢の時だし、また次の選挙に備えて準備をする時だというふうに思っております。はい、それに関連して、まあ、今会派を組むことで連携を深めて信徒や選挙協力につながっていくという話がございましたけれども、はい、まあ、昨日の会見でも少し出てましたけれども、うん、要はその基本の党さんにとってもこう維新の党で維新さんとですね、そのゆくゆくはその合流っていうことも視野の中には可能性の一つとしては、もちろん第三極を目指す
改革保守の路線という共通点がありますので、党も一緒にしようという議論があって当然だと思います。ただちょっと難しいのは、日本維新の会さんはその母体になっている大阪維新の会が大阪都構想で住民投票をやって、その制度改革を勝ち取るという大きな目標を持っています。それは我々にはないわけですね、政党が違うので。ですからそこをまず第一弾として、しっかりと決着をつけていきたいというのもありますので、それが終わった後になら、ね、そういう政党も一緒にというのはあり得るんですが、そこはやはり我々も配慮しなければいけないなというふうに思っています。それが決着つくまでは、まあ、維新さんとしてはそれに集中したいと。で、統一地方選挙はひょっとしたら松井代表というか松井府知事と吉村市長が一度辞任をして、その大阪都構想の住民投票の正当性を問うて再選挙に臨むということもね、考えてますので、まあ、考えているようなので、まあ、そういう意味ではかなり独自の選挙を戦わなきゃいけないと思ってるんじゃないでしょうか。で、まあ、私たちも関東でも維新の候補と希望の候補は、まあ、神奈川なんかは総合推薦という形にしましたが、まあ、大阪都構想とはちょっと違いますが、首都圏連合構想というのを出して政令市の県議は半分にするという、その大運動もしながらですね、選挙戦を戦っていきたいというふうに思っています。どうぞ。NHK 福山です、はい、先ほどの冒頭の発言でも国民民主党と自由党の話があって、で、今日その立憲民主党と社民党、こういって、これ要は3人での野党第一会派をめぐる動きだと思うんですけれども。そうですね、まあ、こういう動き、先ほどその、それどっちが多くなるの、両方足し出すと、社民党2人加われば同数になるということになるんですけれども。同数、ほう。まあ、先ほどそしたらうちの会派にももう一回一緒になってくれって来るんですね。すごいね、なんかバナナの叩き切じゃないけども、ね、議員数の叩き切みたいになってるな。はい、こういうこう、その、まあ、そうすると衆参で、まあ、こう、まあ、またこう野党第一会派が違うのかどうなのかとかっていう、そういうこう今巡って野党間の動きが出ているということについて、うん、まあ、どのようにお感じられますか。まあ、非常にねじれてしまうので、まあ、党としての戦略の立て方難しくなる場合もあると思うんですよね、うん、例えば社民党さんも自由党さんも衆議院の方でも組むんですか。これは参議院だけ、自由党と国民は組みますよね、衆議院、はい、社民党とあれはどうなんですか。あれは参議院だけで、うん、だから、まあ、我々もまだそうなんですけどね、衆で院で、ね、組み方が違うとちょっと議論の仕方が難しくなるのかなと。党内コンセンサスと、あと会派のコンセンサスとありますよね、作り方、まあ、その辺は少し工夫をしなければいけないんじゃないかと思っています。ただ私見てると、その立憲民主党さんと社民党さんはほぼ政策、大きな政策の方向性一緒だからね、これやりやすいですし、政策の一致を見たんで会派を組んで連携するんだって言いやすいですけど、ちょっと心配なのは国民さんと自由党さんがですね、まあ、例えば憲法問題なんかもなんか自由党のご意見聞いてるとほとんど反対なんですよね。で、国民民主さんはあれ国民投票法の対案も出してますし、それで憲法はきちっと議論していくべきだって玉木さんもおっしゃってるんですね。だからそういう問題がまたドーンと出てきますので、今年はそういう時にまた仲違いして別れるっていうのもこれ政治不信を生むので、本当に憲法の問題とかですね、まあ、原発の問題とか消費税の問題とか、大きな政策的な方向性は一致させてからやらないと、またね、おかしな分裂ということにもなってしまうと思うんで、まあ、私が心配してもしょうがないんですが、そのあたりがちょっと心配なところですね。はい、どうぞ。日経新聞山崎です。はい、通常国会なんですけれども、うん、先ほど、まあ、いわゆる消費増税の対策法案などについてですね、あるいは軽減税率の話など、言及されてましたけれども、それ以外に、まあ、今回58本ですかね、法案出されると思うんですけれども、うん、それ以外に何か、まあ、一つは教育の無償化の中でね、幼児教育、
保育の無償化の議論がありますから、あれは何で子ども子育て支援法みたいな形で出てくるんですかね。これも非常に大きな議論になると思います。はい、ただちょっと法案の中身見てみないと今新聞報道ぐらいしか分かりませんのでね。これは多分大学の無償化の方も少し何か奨学金とか法改正があるのかな。そうなると私どもの文教科学委員会がね、議論の場になると思います。はい、あとちょっと分かりやすい対決法、そうなんだね。そうだね。まあこれ統一地方選挙もあるし、それから陛下のご上位ね、新天皇のご即位もあるし、それで参議院の選挙ですから、あんまりちょっと対決法案は与党は避けたいですよ。で今回会期の延長というのはなかなかしにくいですので、まあそういう意味では対決法案は避けて、まあ、臨時国会以降にするというふうに与党の方はされたんじゃないでしょうか。ただその、まあ、今回のそこで覚えられないと何だっけ、さっきの、文書の毎月勤労統計、毎月やるところで毎月勤労統計ねの問題は、これも大きな疑惑になっちゃってますので、これは議論せざるを得ないですよね。で、私は今以上に厚労省が何かを隠していたりね、そういうものが出てくるとなると、これは大問題になっていると思いますし、国会はかなりの攻防になるんじゃないかなというふうに思っています。まあ、森友の問題のもね、家計の問題もその総理への忖度というのもありましたし、まあ、今回もね、そういう問題もひょっとしたらこれから出てくる可能性もあるですよね。はい、まあ、そのあたりが予算委員会も始まりますし、大きな議論になっていると思います。はい、よろしいでしょうかね、今日は。はい、ちょっと寂しい会見でした。来週何か話題を作んなきゃいけないな。どうもありがとうございました。